サセックス伯爵は、イギリスの伯爵位。イングランド貴族、グレートブリテン貴族、連合王国貴族として創設されたことがある。第6代、サリー伯爵、ジョン・ドアーレンとその家族は、サセックス伯爵の爵位を主張したが、ブリタニカ百科事典は、ドアーレンが、法律上サセックス伯爵の爵位を保有しなかったとしている。第3代、サセックス伯爵、トマス・ラドクリフ。 1560年代。ヘンリー7世とヘンリーパッセイの治世に活躍した軍人でガーター勲章を授与された第10代フィッツ・ウォルター。男爵ロバート・ラドクリフは1525年6月18日にイングランド貴族であるフィッツ・ウォルター子爵に除され、1529年12月8日にサセックス伯爵に除された。その孫にあたる三代伯爵トマス・ラドクリフは イングランド女王エリザベス一世の定身であり、ノーホーク党官、サフォーク党官、アイルランド総督、区内長官を歴任した。4代伯爵ヘンリー・ラドクリフは、イングランド庶民院とアイルランド庶民院の両方で議員を務めたほか、ポーツマス総督、ハンプシャー党官を歴任し、5代伯爵ロバート・ラドクリフは、エセックス党官を務めたが、 五大伯爵の息子ヘンリーが父に先立って死去したため、男系男子しか継承できないフィッツ・ウォルター子爵と、サセックス伯爵は、初代伯爵の三男、ハンフリーの息子、エドワード・ラドクリフが、女系継承ができるフィッツ・ウォルター男爵は二大伯爵の娘、フランシスの息子サー・ヘンリー・マイルド名が継承した。六大伯爵が死去すると、 フィッツ・ウォルター死爵とサセックス伯爵は廃絶した。ヨークシャー選挙区選出の庶民委員議員、トマス・サビルは1628年6月11日にアイルランド貴族であるカー・スルバー男爵とサビル死爵に助手された。トマスは1630年に父からポンテフラクトのサビル男爵の爵位を継承した後、王党派の一員として、ヨークシャー党官、数ツ顧問官、 王室会計長官を歴任1644年5月25日にサセックス伯爵に除された。しかし、息子にあたる二代伯爵、ジェームズ・サビルは同盟の息子ジェームズに先立たれ、二代伯爵の死に伴い借位は廃絶した。第15代デカー男爵ヘンリー・レンナードは1674年5月16日に、 イングランドをチャールズ2世の諸子アン・パーマーと結婚した後、同年10月5日にサセックス伯爵に除された。息子チャールズが溶接したため、初代伯爵の死後は、デイカー男爵の爵位が二人の娘の間で、保持者不在になり、サセックス伯爵の爵位は廃絶した。初代ロングビル爵ヘンリー・エルバートン庶民院議長、クリストファー・エルバートンの同盟の孫クリストファー、 イェルバートンは、庶民院議員を務め、1641年に、ノーサンプトン社におけるイーストン・モーデュウットの、イェルバートン順断尺に上された。その息子の2代順断尺ヘンリー・エルバートンも、庶民院を務め、3代順断尺、チャールズ・イェルバートンは1676年1月に、母の第13代ルシンノグレー、助断尺スーザン・ドングビルからルシンノグレー断尺を継承した。 14代男爵の死後、弟ヘンリー・エルバートンが爵与継承、名誉革命を指示して1690年4月21日に、ロングビル爵爵に除された。二代爵、タルボットイ・エルバートンは1717 17年9月26日に、サセックス伯爵に除された後、1722年に、王立教会フェローに選出され、1723年には、副軍武伯を務めた。 1717 17年の助爵では、特別残余権として、初代伯爵、タルボットの男系男子が断絶した場合に、初代伯爵の弟ヘンリーの男系男子にも、継承権が与えられたが、1799年に3代、伯爵ヘンリー・エルバートンが死去した時点で、初代伯爵の弟ヘンリーの男系子孫も断絶しており、爵位はそのまま廃絶した。 初代コノートストラサーン公爵、初代サセックス伯爵、アーサー王子、1913年撮影。ビクトリア女王の三男アーサー王子は1874年5月23日に、連合王国貴族である、サセックス伯爵とコノートストラサーン公爵に除された。1942年に、アーサー王子が死去すると、孫、アラステアーー王子が爵位を継承したが、 1943年のアラステアの死に伴い借位は廃絶した。ありがとうございます。